は一体どこへ行ったんだ。もう結構時間経ってるぞ。あの人、時間の概念がないんじゃないかしら。あんなにマイペースなのはちょっとどうかと思うわ。このままずっとここで待つのか。まずいぞ。ここで待っててねって言って消えちゃうんだもん。ひどいよ。静かに。帝国兵がこっちに来るぞ。あそこだ。そこの行ってるそばから。マシュー、アメルド、抜け。
アンジェリカももうすぐ戻ってくるはずだ。はい。全部任せろ。ここここ。
物資と魔法材料が全部揃ったよ。いや、なんだいこの状況。マシュ、アメルだ。簡単に言うとね、帝国に指名手配されたの。あ、それよりもこの近くのパン屋さんのアップルパイはすごく美味しいんだ。時間はない、早く来い、急ぐぞ。戦場の地形に注意してください。例えば森の地形では騎兵は地形の、また森の中にいる部隊は、山地ではほとんどの部隊の移動速度が同様に、山地にいると防御力、森と山地以外にもさまざまな地形があります。地形、さすが英霊のお兄さん、スコットがいてよかった。みんなこの森を利用して。はい、俺の出番だ。準備できました。準備できました。行くぞ。
般に出没しているそうです。国境線付近の小競り合い、魔物の出没、貿易と信仰の摩擦、早急に手を打ちませんと、下手をすれば戦の火が灯りましょうぞ。心配は無用だ将軍。司教、この難しい時期にこそ連邦との会談が必要なのだ。要は近いうちに連邦へ赴く。魔物の件は将軍に一任する。原因を調査せよ。は、陛下。では外遊については私めが早急に準備いたします。苦労をかけるな。もう下がってよいぞ。ボタニクス、君に任せた魔女の追跡はどうなっているのか。大司教、君は成人したばかりの村の若者ごときに随分と執着するな。いらぬ詮索はよしたまえ、ボタニクス。それでは失礼する。嵐が来る。そんな予感がする。